よりも望んでた最後の言葉聞こえて弱い気持ちを今締めてた。カラオケなんて絶対行かねえって言ってたのはどこの生臭坊主だよ。おいノリノリですよね。しかも妙にうまいし。お坊さんですからね、発声がしっかりしてるんですよ。そういう問題か。マイク離さないのも坊さんだからなのか。あどうした。三蔵小指立ってる。見ないでしょ。それが大人への第一歩ですよ悟空。うわ今ターンした。それきついな。やっぱりお酒入ったのがまずかったんでしょうかね。あ、なあ次の曲誰か入れてる。あ、やべ、このままじゃ次も三蔵が入れちゃいますよ。妖怪より立ち悪い敵だな。破壊歌えよ、全然歌ってねえじゃん。僕は遠慮します、そんなに得意じゃありませんし。いいんだよ、カラオケなんて上手い下手関係ねえんだから。っていうかあんまり歌を知らないんですよね僕。なんだっていいよ、なんなら知ってんの。演歌ドナドナとかなら一応。やっぱいいわ破壊。あ、五条これ俺と一緒に歌って。何ピース。モームスかよ。一時期とか正直でしたピース。あ、どうでもいいけど三蔵の歌終わりますよ。え、嘘。あはい、ああ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 、なんだ、次が入ってねえじゃねえか。入れてる、なんか入れてる。番号は暗記してやがる。お坊さんですからね。純粋でね、だんだん欲望。信じらんねえ。次は本当に入れておかないと。そうだな。あて、どこ行くんだよ破壊。やだな、トイレも決まってるじゃないですか。戻ってこいよ、絶対逃げるんじゃねえぞ破壊。はい、はい、もしもし。お時間終了10分前ですが延長なさいますか。ああもうそんな時間。いやじゃあいいっす、終わりで延長だ。あーちょっと待って、延長します。お時間の方はいかがなさいますか。30分で1時間。1時間だそうです。うわー三蔵脱ぎ出した。お坊さんですから。それで割り切れないタイミングとか思い込みで勝負をかけてもいいんじゃない。順調でやましい細胞身もなえしている希望を全部さらけ出す日常を差し出すなら勝てそう。